今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。タレントのローラさんが今年1月から勉強に励んでいた食生活アドバイザー検定試験に合格したことが3日発表されました。ローラさんの結果は合格です。約半年の努力が報われたローラさん、なんか本当にいいことだなって思っていて、だからなんだなんか今ねちょっとまだね胸騒ぎが止まらなくてだけど嬉しくて全然集中できないっていう感じで、みんな今年も頑張ろうね。心の底から嬉しそうなローラさん、本当におめでとうございます。女優の天海祐希さんとお笑いコンビバナナマンの2人が8月1日吹き替えを務めた映画ミニオンズ公開記念舞台挨拶に出席。今年の目標を聞かれると、バナナマンの設楽治さんは、はい、僕はですね、友達を作りたい。なるよ。本当ですか。なる。友達作りたい。なろう、みんなで。なろう、みんなで。飯食ってバイバイってすぐ言えるぐらいの、なるほど、本当に普通に話せるぐらいの人を、うん、なろ作りたい。みんなでなろ。いやいや、天海さんに飯食いますって食ったと、じゃあって言えないですよ。いけるいけるいける。私食べたら帰るよ。あ、じゃあみんなそれで友達できたんじゃないですか。できた。みんな、じゃあみんな友達。ちょっとぜひ。天海さんのこのすがすがしさ、なんてかっこいいんでしょう。お笑い芸人のケンドー小林さんが3日、バラエティ番組の収録で元相方村越修司さんと5年ぶりにテレビでの共演を果たしました。村越さんは小林さんとのコンビ解散と同時に一度芸人を引退、2010年に吉本に復帰し、それ以来初のテレビ共演となりました。ケンコバさんは不思議なサイコロみたいな男、一面だけ大当たりであとは大外れなんですと村越さんを説明した上で、今日は普通に悪い方の目が転がったと笑わせながら喜びを語りました。ゴスペラーズの北山陽一さんがピアニストのサダ M さんと結婚することが3日明らかになりました。サダ M さんはサダマサシさんの長女で、2013年に2人が出会ってから2年でゴールイン。北山さんはグループの公式サイトで結婚を報告し、これからも作曲家として、歌手として、そして何よりゴスペラーズのメンバーとして、より良い歌をお届けできるようこれまでに増して精進いたします、今後ともよろしくお願いいたしますとコメントしています。そんなさださんの同級生でもある世界の終わりのさおりさんが3日ツイッターで祝福のツイートを。フォロワーからさださんの結婚について聞かれたさおりさんは、学生時代ピアノ協奏曲のコンサートに一緒に出た仲ですと親しい関係だったことを説明し、 M 結婚おめでとうと同級生にお祝いの言葉を送っていました。ちなみにさおりさんの結婚はまだまだだそうですよ。以上、今日の芸能ニュースでした。また明日。